水松井玲奈、毎週金曜深夜3時5分から見てー。深すぎるやろ。誰が見んねん。ここは夜な夜な悩みを持ったアイドルたちが集うオアシス、バーバズドル。今夜も店内では常連ミスター伊藤のお悩み相談が繰り広げられる。それでは、はい、ひろちゃん、しんちゃん、いつもありがとう。ありがとうございます。お疲れちゃん、お疲れちゃん、お疲れちゃん。俳優、歌手、実業家として幅広く活躍しているバーバズドルの常連ミスター伊藤。先月クラウン徳間ミュージックからメジャーデビュー。本人が登場するカラオケも要チェックです。今回もさまざまなお悩みを持ったアイドルが訪れる中、果たしてどんな解決方法を導くのか。さあ、それでは本日も、お悩みを持ったアイドルの方がご来店していただきました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは、元岡崎豊です。自己紹介がちょっとあるんですけど、一緒にやってもらってもいいですか。一緒に、一緒に、わかりました。簡単なものです。よかったら手拍子お願いします。せーの。もう覚えちゃいました。あら、気に入りました。もう覚えちゃいました。私今の気に入りました。はい、まあでも今日一切やらないと思いますけど、ね、今回やってきてくれたのはソロアイドルの神崎豊ちゃん。自己紹介から独特の空気感を醸し出したが、一体どんなアイドルなのか。何でもやっちゃうアイドルです。あら、一言で言えば何でもやっちゃうんだ。ね、衣装とかから見ればそんな風に見えて、なんかお姫様みたいな、ね、感じですか、ね、感じのイメージありますけど。神崎は YouTube とかに動画を上げてたりとかして。どんな動画を上げてるんですか。そうですね、まあ、普段はゲーム動画とか上がってるんですけど、中には目から牛乳を出してみたっていうものも。ちょっと待って、目から牛乳、どういうこと。アイドルだよね、 YouTuber じゃないよね。そんなゆたさんの配信動画をどうぞ。そしてこの牛乳を鼻から吸って目から出したいと思います。いきます。いきます。人体に支障はないんですか。牛乳がもう牛さんが出してくれたもの。牛乳があってやってもらいたかったの。ちょっと牛乳があったら、ね、うん、ちょっとここら辺のはちょっと染みそうなんで。まあまあ染みそうなんで。そんなゆたたんにはアイドルらしからぬ驚きの特技がまだまだあるらしく。特技がですね、さっきピスタチオさんが白目をむかれたりするじゃないですか。神崎、白目は得意なんですけど、まあそれもそれ以上に得意なことがありまして、目でリレーをするっていう。リレー、ああいうやつだ。わかる。はい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 。何で目でリレーって。やってみてもいいですか。うん、やってみて、やってみて。見ればわかるのね。はい。あ、じゃあカメラの方がいいですよ。カメラ、カメラね。うん。うわー。はい、すごいよ。キモ。すごいね。普通さ、黒目右と左でさ、こう一緒に動くわけじゃん、うん、それが別々に動くじゃん。そうです、そうです。そうなんですよ、なんか、うん、それ小さい時からで、え、そのなんかやたらみんながなんか寄り目をするのがすごい流行ってて、うん、それであ、やろうと思って鏡見てやってみたんですけど、うん、なんか自分で寄り目してる姿が見えるんですね。ちゃんとこっちの目はそのまま見てるんで、見えて、うん、ってなって。すごい、すごい、
すごいわ。すごいっすよ。俺ってさ、でもある意味、アイドル芸人で変態芸人で歌う。アイドル変態芸人で歌う。入れるんじゃないのこれ。でもアイドル芸人っていう枠は確かにね、バラドロみたいなありましたけども。ありますからね、いろいろね。そのジャンルでもなんかちょっとね、ちょっと本当にこんなことはね、我々がでもあれですけども、極物の枠ですから。いや本当そうですよ。本当に。すごい。やっぱ女芸人いますけど、ここまでちょっと。ねえ、振り切るっていうのはなかなかね、しかもね、なんかあれなんだよね、見た目とのギャップがちょっとね、いやそうなのすごいですからね、そうなのよ、おしとやかに見えて、こんなことしちゃうよっていうのはね、見た目ぐらいはちょっとおしとやかにしておこうかなびっくりなスゴ技で現場を盛り上げてくれたゆたたんが抱えるお悩みとは。私いつも、配信を1日3回やってまして。3回やってるの？はい、生配信というものを3回やってまして、それで、いつも定時にやってるので、あんまり旅行とかそういうのに行けないんですね。あ、時間が決まってるわけで。そうなんですよ。ちなみに何時にやってるんですか？いつも20時、21時、22時っていう、その結構短いですね。イメージだったらね、朝10時ぐらいにやって、お昼過ぎの1時ぐらいにやって、夕方次の5時、6時にやるのかなみたいなイメージだったんですけど、そんなコンパクトに1時間、だったら旅行行けるんじゃないかな。お昼とかそういう時はライブがあったりとかするんで、別のお仕事してるわけですからね。お家帰ってすぐ配信尽くしで、配信終わって寝るっていう毎日を送ってるので。1回の配信はちなみに何分ぐらいやるの？1時間ですね。え、3時間で1回だよ。そういう種類がありまして、ゲームの配信をしたり、雑談をしたり、それも決まってるんですね、時間で。そうですね。あ、じゃあ、第1回目放送、その日の8時から9時までの放送は何をやられてる？ニュース配信って言いまして、カズキ結構頭が悪いと言いますか、あんまり常識問題とかそういうのを知らないので、いろんなニュースを調べたりとかしながら、一緒に配信を見てくださってる方と勉強しようではないかという。なるほど。あ、それはもう参加型のね、楽しそうな。朝のニュースとかね、見逃したかった方とかもね、一緒に勉強できるんでいいかもしれないですね。楽しそう、楽しそう。第2部の21時、9時から10時までの配信は、その配信は結構フリーで、普段はおしゃべりをしていたりとかするんですけど、なんかいろんなお菓子を混ぜてみたりとか、そういう感じですね。でも逆にフリーの枠でやってるって、毎日やってて、そんだけ話題が出るって、もうこれすごい才能ですよね。すごいですよね。毎日1時間フリーで喋るわけでしょ。そうですね、1人でガーッと喋ってます。すごいですね。で、最後の夜のね、10時からの配信は何でされてるんですか？10時からの配信はゲーム配信といって、はい、ちょっとなんか懐かしめの新桃太郎伝説とか、ロックマンとか、そういうのを配信してます。あ、やってるのは実況中継みたいな。実況もできちゃうんだから、すごいですね。ちなみにその20時からのニュース配信やってるって聞きましたけど、最近気になるニュースありますか？最近気になるニュースですか？そうですね、もう大体そのニュース配信っていうのは、なんだかんで言ってなんか新商品の紹介とかそういうものになってしまうので。だからニュースを勉強しようっていう体で、お菓子の情報を集めてるってことで、食べたいお菓子を探してるということで。今回のお悩みは、毎日仕事が忙しすぎて旅行に行けないというもの。ミスター伊藤が提示する解決方法とは。それではお悩みの解決お願いいたします。ドルルパン。簡単なことですよ。簡単なことでしょうか。だから月1回でいいから、全く何もしない日を作る。なるほど。完全にもうこの日はもう絶対何もしない。仕事はってことですね。そう、仕事はもうこの日は月1回、この日は何もしないっていう日を作ってね、完全に決めて、それ以外にブワッと仕事を詰めてやる。なるほど。え、それはもうミスターも月に1回決めてるんですか？何もしない。そうですね。だから、あの、遠くで行けないですけど、もう家でゆっくり1日、何も考えないで、そう、もうテレビ見ながらボーっとして、好きなお酒を飲んでつまみながらゆったりしてると。へえ。そういう日があった方が逆にそのリセットされるというか。そう、リセットできますから。だから全く人間ずっと神経張り詰めて走りっぱなしだと結局はパンクしちゃいますから。だからやっぱオフって大事なので、やっぱ月1回でも月2回でも、もうこの日は絶対何もしないぞっていうのを決めて、一時その日は何もしないんです。それ以外にその2日間の、あの、休みの分、他の日を仕事を詰める。なるほど。そう、
どんだけ忙しくても絶対に1日2日はそうです本当に何もしない日を作る。そう作る。でもこれは本当に多分お忙しい方からのね、はい、じゃないと聞けないアドバイスだね。これどうですね、その意見をいただいて、ね、マネージャーにお願いしたい、はい、ちなみにその配信は毎日やってるんですか。はい、毎日やってる。それはもう毎日やると決めてやってるわけですか。はい、私はもうやると決めた。あ、毎日やると決めて。結構とは休みはいただけないということです今回個性的な特技を披露してくれたゆたたんからお知らせ。私神崎ゆたかはショールーム、YouTube、そしてツイキャストを3回さっき言った通り20時、21時、22時で配信をしております。その他 YouTube などに動画を上がっていたり、さっき言った通り目から牛乳を出してみた、そしてコーラ一気飲みしてみた、そしてゲームを配信実況配信してみたなどいろいろやっております。そしてライブも、1年間に300回以上出演しております。ぜひよかったら神崎豊ライブなどに遊びに来てください。お願いします。ここで耳寄り情報ウェブポン。毎回アイドルたちからレアグッズをもらっているこの企画、広島のアイドルたちのレアグッズが登場。欲しいと思った方はこちらウェブポンの公式ホームページからアクセス。1回500円で外れなし。さらにバズル限定のアイドルオリジナルコラボグッズも当たる。広島アイドルのウェブ本は絶賛発売中。バズドル鍋大会ファイナルの模様をお届け。果たしてラストを飾るアイドルはどんな鍋を披露してくれるのか。さらにバーバズドルでは個性的な悩みを抱えるアイドルが登場。ミスター伊藤は一体どんな解決方法を提示するのか。次回もお楽しみに。